ふわふわなキルトマットです。あ、これはサラフワですね。もうサワラサラフワフワ。便利なダブルドリンクです。じゃん。こんにちは、ピカです。こんにちは、ピーです。本日は、はい、ヤックの春の新商品をご紹介したいと思います。まあ、春ということなんでね、うんうん、ちょっと桜のあるところに来てください。桜吹雪がすごいですね。ちょっと散ってますけど、そうですね、まあ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 、いいんじゃないですか。はい、じゃあ紹介していきます。はい、よろしくお願いします。スペシャルベースに取り付けてみましょう。それでは最初にダブルドリンクインコンパクトプラスという商品をご紹介します。まあ、うん、開けてみた方が早いかな。じゃあ開けていきます。はい、うん、はい、商品もこんな感じで入ってます。もうこの下の部分がドリンクの部分にスポンとはまる部分ですね。あ、なるほど。でドリンクが2本置けるようになるよっていう商品になります。で最初この状態で入ってるんですけど、うんうん、この下のこのベースになる部分ですね、うん、これをまず取り外さないといけないので。なるほど、どうやるんですか。はい、裏面を見るとこれですね。お、ストッパーみたいなのがあるので、これをグッと、はい、押さえながら、うん、このベースをこんな風にずらします。なるほど。でここを押さえると、うん、爪が外れるというか外れる状態になるので、この状態で、あともうちょっとグッと、はい、こんな感じでベースの部分と本体を分けます。うん、おー、なるほど。そしたら、はいはい、取り付けたいドリンクホルダーの部分ですね、うん、今回はこのベースの真ん中のこのドリンクホルダーの部分に取り付けたいと思うので、はいはいはい、このベースのスペーサー部分を調整していきます。はいはい、調整するには、はい、調整するにはお手持ちのコインを1枚用意してください。コインを用意してこの真ん中のネジですね、はいはい、この部分に入れますと、ちょっとわかるかな、わかりにくいかもしれないんですけど、ちょっとずつ、うん、広がってるのわかりますかね。これは時計回しに回す、そうですね、時計回しに回すと広がる、こんな感じで、はい、3箇所がどんどん広がっていきます。はい、じゃあ今ある程度広げてみたので、はいはいはい、入れてみましょう。どうだ、入れると、あー、ちょっとそうですね、ぐーっと押さないと今入らない状態なので、うんうん、逆にじゃあ緩めましょう。緩めるときは反時計回りですね。反時計回りに緩めるとちょっと縮んだかな、そうかな、はい、やってみましょう。さあどうか、あ、いい感じですね。はい、こんな感じで、うん、入ってったんですけど、はい、この上に出てるこの3枚の何、ひら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 ってこと、ひらひらでもないですけど、うん、まあ、この3箇所がですね、うん、このドリンクホルダーの上に来るこの状態が正しい状態になります。中に入っちゃダメなんですね。はい、中に入っちゃうとこの取り付けるためのベースも下に埋まってしまうので、そうすると取り付けできなくなってしまいます。なので、ね、はい、この状態が正しい取り付け状態になります。はい、はい、じゃあ調整ができたので、うん、はいはい、今度は付属のこちらの保護シールの方をつけていきましょう。はい、まあ、もともと軟質のベース、あ、軟質のベース ベースに軟質の部分が使ってあるんですけど、はい、まあ、さらにという意味で、うんうん、こちらの保護シールをドリンクのこの内側の部分に貼り付けていきます。ドリンク側につけるんですね。はい、ドリンク側に貼り付けます。で、はい、そうだな、どの向きでつけたいかな、うん、ドリンク、こっち向きだと開かなくなっちゃうかな、うん、立ってるね、なんかこっち向きに置きたいですね、うんうんうん、なので、じゃあベース、あ、そうそう、うん、この子とベースは、うん、どう使うんだ、このストッパーの向きに対してこういう風につくんですよね。ちょっと、うんうんうん、このベースの部分カクってなって丸ってなってるんですけど、はいはいはい、この向きにスライドしてつけるようになってるので、うん、じゃあベースはこういう向きで取り付けたい、うんうんうん、で今このベースが当たってるこの辺とこの辺と
正面の部分ですね。あ、こういうことですね。はい、3箇所つけますよ。そういうことですね、うん、で貼っていきます。はい、はい、じゃあこのシールを、うん、おお。正面かな、正面、うん、はい、そうね、はい、これで 1,2,3 箇所ですね、貼れましたので、じゃベースをはめていきます。よし、はめちゃおう。こんな感じ？はい、こんな感じですね。じゃこの状態で、うん、あ、ガタつきはなさそうですね、うん、じゃしっかりベースが取り付いてるので、あとは、あ、本体取り付ける前に、うん、さらにちょっと増し締めという形でもうちょっとだけ回しちゃうかな。もうちょっと締めですね、うん、これぐらいかな。もうこれでガッチリですね。ガッチガチ。はい、しっかり取り付けができました。はい、うん、はい、じゃあベースの取り付けができたので、先ほども言いましたけど、うんうん、向きはこの平らなところとストッパーの位置関係、この向きですね。この向きでこうはめます。そう、レールがはまって、あ、はまりましたね。ほうほうほう。で、このストッパー、ちょっと今見えてないですけど、うん、グッと押さえた状態で手前に引くと、はい、こんな感じで取り付けができましたね。お、すごい。いいですね。ぴったしですね。シンデレラフィットですよね。ちょっと感動。はい、こんな感じで取り付けできました。じゃあ取り付けができたので、ドリンク入れてみましょう。もともとは1個しか入らないドリンクホルダーだったんですけど、うんうん、これだったら2個入るようになります。おー、じゃあ早速、はい、入れてみましょう。じゃあコンビニコーヒー入りますね。じゃあ500のペットボトル。あー、いいですね。おー、いいですね。ドリンクホルダーって増えるとね、結構便利なんですよね。そうですね、うんうん、自分で飲んでるやつも置けるし、飲み終わってでもゴミ箱ないなんの時に置いとくこともできる。ああ、その方便利ね。さらに、さらにこれスペーシャルベースって、はいはい、ここに置くと USB 近いから。まあ本当ですね、ここにありますね、うん、USB。 こういった空気清浄機、ああ、いいですね。ここに移させば、おお、空気清浄機の位置的にも非常にいいですね、うん、これはいい、ね、スイッチも押せちゃう、うん、いい位置です ね、 いいですね。さらに、さらに今回のこの、うんうん、ダブルドリンクインコンパクトは、うん、プラスということで、まあ、弊社にも前、そういう名前の商品あったんですけど、うんうんうん、プラスの要素としまして、うん、スマホが置けるようになったんですよね。じゃスマホを横向きに置いてみましょう、うん、あ、こんな感じですね。ドリンクホルダーのこの部分はスプリングになってて、こうギュッて閉じるようになってるんですけど、うんうんうん、もうそれが今スマホをガッチリこう横からホールドしてくれるんですね。そう、そんな感じですね。なのでもうガタつきも全然ないですね。素晴らしい。さっとスマホを置くところがあるとやっぱりなんだかんだ便利ですけど、うんうん、そうですね、ここに置けちゃうっていうのはいいですよね、はいはいはい、あと縦向きにも置けちゃうんですね。あ、本当ですね。はい、今までのドリンクホルダーだとちょっと横幅が足りなかったりっていうのがあったんですけど、うん、はいはいはい、今回ちょっと横幅を広めに取ってるっていうこともあって、うんうん、まあ、これちょっと今ケースついてないですけど、うん、ちょっとあのごついケースっていうんですかね、まあ、ちょっと厚みのあるケースとかがついてても、はいはい、まあ、置けちゃうような、なるほど、はい、そんな仕様になっています。そういうのがあるから、溝があるからそこにスマホが、ね、あ、そうなんですよ。何もないとこうずるっとこう落ちてってしまうんですけど、うんうん、はいはい、ここしっかり溝が掘ってあるので、しっかりストッパーになってスマホが滑っていかない、きちんと置けるっていうようになってます。もう一個ワンポイントとして、うん、このドリンクホルダーの口の部分ですね、ラバー素材になってまして、あ、本当だ、うん、そう、滑りにくいようになってるんですよね、うん、っていうのもあって、よりしっかりこうホールドしてくれてるっていうのがありますね。はいはいはい、入れたドリンクとかそういうものももちろんしっかり押さえてくれます、うん、でちなみにこの位置に取り付けた時に、うん、はいはい、まあ、別にこのシフトノブにも干渉しませんし、うんうん、ちょっと今動かないですけど干渉しませんし、
まあ何このシートの、はい、こういう、こっちも大丈夫、はい、動きにも干渉しません。絶妙な、素晴らしい、はい、位置に取り付けができました、はい、はい、続いてはサラフアベルトパッドということで、うん、まあ、ベルトパッドの紹介なんですけど、はいはいはい、今まで、うん、ヤックにあった商品の中ではちょっと今までにないテイストの商品となってまして、うん、まあ、触っていただくと分かるんですけど、うん、結構ふわふわな感じですね。あー、確かにふわふわだっていう、まあ、この手触りを楽しめるような商品になってます。楽しみにしましょう。じゃあ商品取り付けていきたいと思います。まあ取り付けといってもですね、はい、この通りマジックテープで止まってるだけになりますので、シートベルトいいですね。ここの自分の体に当たる部分がなんかふわっとする感じ。まあこれはそう本当に体感していただかないとわからないと思うんですけど、柔らかい感じがして非常にいいと思います。この状態でシートベルトを外しますと、はい、こんな感じですね。中の生地がこう滑りのいい生地になっているので、まあ、このベルトパッドが引っかかって戻らないよっていうことはなくですね、うんうん、こうしっかり戻ってくれる。はい、最後にご紹介するのがキルトマットになります、まあ、こういうラゲッジの部分とかですね、いろいろ物を載せると思うんですけど、まあ、保護のためのマットなんですけど、はいはい、まあ、キルトっていうところで、まあ、こうパッケージの裏面見ますと触れるようになってるんですけど、ふわふわですね。おお、っていうものになってるので、まあ、ただの薄っぺらいシートよりはもうさらに保護してくれるとか、そんな感じですね。いきたいと思います。中身はこんな感じですね。結構大きいです。でかいですね。はい、90×110 なんで、こうかな、90×110 っていうサイズになってますね。はい、はい、で裏面は滑り止め加工もされてるので、うん、まあ、そのままパッと置いても良さそうです。確かに。じゃあそのまま。あ、結構いいサイズ感ですね。でこんな風に、このバンパーのバンパー、ここバンパーですか？リアバンパーの部分とかね、物乗せる時とか結構傷ついちゃうと思うんですけど、はいはい、こう長めになってるんで、こう下げとけば。しまったとしても保護ができる。あ、なんかこう物を置いた時も、うん、そのふわふわ感がね伝わってくるんですよ。結構マジっすか。伝わってくる。どんどん乗せましょう。はい、どうぞ。ああ、こんな感じで、もう今置いた時の、うん、この音とかも聞いてもらうと分かるかもしれないんですけど。ガチャンガチャンっていう音じゃなくて、ちょっとボクッていう音になるんで、まあ、そういう音とかですね、乗せてる時の音とかも軽減できそうな感じがしますね。さっき音がっていう話をしたんですけど、まあ、このキルトマットがない状態ですね。もう音もそうなんですけど、なんかこういう滑りですね、はい、これも軽減できるっていうのがポイントですね。とあとさらに、はい、置いた時にこの壁側っていうんですかね、はいはい、とかも傷ついちゃうと思うんですけど、まあ、例えばこんな風に横も高くしてくるので、はいはい、こんな風に包むみたいな感じにすれば、はいはい、もうふわふわ状態になりますので、まあ、さらにしっかり保護できるというような使い方も。今日はスペーシアベースにヤックの春の新商品をつけてご紹介しました。それではドライブに出かけたいと思います。